歌舞伎役者の片岡愛之助52が23日放送の日本テレビ帳の情報番組 DayDay デーデー。月曜から金曜前9-0 2 VTR 出演。最近飲みに行った芸能人を聞かれ、ち大物の名前を挙げる場面があった。写真あり、超豪華メンバーの飲み会を仕切った人気女優日本テレビの黒田美優アナウンサーから最近飲みに行った芸能人の友達は誰ですか と質問され、落語家の昇福亭鶴瓶は、中井かなと同局のザ。世界仰天ニュースでも共演する中井正宏を挙げる。愛之助は、テレビで言える範囲でしょう。と思わせぶりに前置きして、菅野美穂さん仕切りで、うちの旦那も行っていいですか。で、坂井雅人さん、豊川悦次さん、天海祐希さんとご飯を食べましたとちょうだい持つメンバーとの会食を告白。さすがの鶴瓶も、 えらいメンバーやなぁと驚きを口にした。愛之助と豊川、菅野、天海は昨年公開された映画、仕掛け人、藤枝梅安で共演した。気さくな、性格のいい方ばっかりと話すと、鶴瓶は、ここまで行くとみんな性格いいんですよ。私らどんだけ性格いいかと表せた。飲み会では、舞台で大声を出すため喉の調子が悪いと明かした愛之助に、 私、知ってますから。と天海が病院の予約までしてくれたという。優しすぎるエピソードに、鶴瓶もそういう人です。この人と甘みの人柄に太鼓判を押していた。